2030年度の開業を目指し建設が進められている北海道新幹線、その終着駅となる札幌駅の工事レポート動画です。まず新幹線ホームについては、この動画シリーズで何度も言っている通り、既存の在来線のホームの東側に設置をされ、同時に新しい駅ビルも建設されます。また創成川のさらに東側には東改札口も設置される予定です。こちらも前回の動画で紹介しましたが、東改札口には駅業務施設、改札内外のコンコース、そして市電等の乗り入れを想定した交通広場が整備される予定です。この東改札口の建設予定地には現在2つの店舗の建物がありますが、この2店舗とも立ち退きが決定いたしましたので、現地の様子を見ていきたいと思います。こちらが立ち退きとなる2つの店舗のうちの1つ、パソコンショップドームです。こちらについては東札幌への移転が決定しています。そしてその奥がワンマンシアターです。少し前まで宮の沢にも店舗がありましたが、そちらも閉店となり、今回姿を消すことになります。パソコンショップドームは6月25日まで、ワンマンシアターは6月30日まで営業するようです。東改札口は今年の秋頃から工事が開始される予定です。続いては新駅ビルについてです。創成川と西2丁目通りの間にある駐輪場駐車場の用地と、現在エスタが建っている用地を合わせて新駅ビルとして再開発します。前回の動画では市道北6条線が廃止され、周辺の建物の解体工事がスタートする様子をご覧いただきましたが、その作業がさらに進みましたので、今回も見ていきたいと思います。まずは A 地点から見ていきます。こちらは西2丁目通り沿いです。左側は新駅ビルの予定地となっています。まもなく右に分かれる道が見えてきます。こちらは市道北6条線ですが、道路としては今年の4月1日をもって廃止となっています。前回の動画では歩行者は通れるようになっていましたが、6月1日からは歩行者も通れなくなりました。こちらは4月中旬の映像。白い囲いのあるところはもともと駅レンタカーの建物がありましたが、この時すでに移転を完了させ、古い建物は解体されていました。6月になりますと、これらの残骸も姿を消し、いよいよこの場所から新幹線ホームの建設がスタートします。再び今年4月の映像です。昨年閉店したと思われる飲食店の建物がこの時はまだ残っていましたが、隣にあった飲食店はすでにこの時から解体作業がスタートしていました。新幹線のホームは既存の在来線の高架橋を一部削る形で建設されるため、これらの建物の立ち退きも必要となりました。6月時点ではこの2つの建物の解体作業も佳境に入っておりました。このような白い仮囲いで囲まれているところがもともと建物のあった場所です。左側の空き地はすでに4月時点で確保されていましたが、6月になりますとこの隣に新たに工事に関わるプレハブ小屋が建設されました。前回も取り上げました水道管工事に関するこのような看板は、やはり新幹線ホームのものと見て間違いないと思います。新幹線ホームは新駅ビルの裏側から隣を通る創成川をまたぐ形で建設されます。デザインコンセプトは大地の架け橋、大きな窓ガラスが設置され、眺望が素晴らしい駅となりそうです。再び新駅ビルに関する事柄ですが、この新駅ビルは2つの区画にまたがって建設をされるため、間にある西2丁目通りは新駅ビルをくぐる形となりそうです。この西2丁目通りには新駅ビルの建設予定地と被るところに西2丁目横断歩道橋という歩道橋があります。この歩道橋に今年の2月から新たに看板が設置されました。ここは以前の動画でも撮影いたしましたエスタ2階の外側の通路です。ここは先ほどの西2丁目横断歩道橋とつながっているんですが、この入り口付近にこのようにお知らせの看板が設置されました。新駅ビルの建設予定地と被るため、いずれ撤去されることは予想できていましたが、ついに撤去を前提に検討しているという看板が出されました。こちらの歩道橋は西2丁目通りを横断するという従来の歩道橋の役割にプラスして、もう一つ大きな役割を持っています。この奥が先ほど撮影しました新幹線ホームの建設予定地です。そして後ろ側、先ほどまで言いました長い通路はエスタの2階部分になるんですが、この下は札幌駅のバスターミナルのバスの出口になっているんですね。バスの出口はかなり広いため横断歩道は設置されておらず、歩行者が安全に行き来できるようにバスターミナルの出口の上、エスタの2階部分に通路を設け、これを歩道代わりとしています。
実はこの西2丁目横断歩道橋はエスタの2階部分の通路に行くための階段の役割も兼ねているわけです。こちらが撤去されるとなりますと、画面奥側、南側に向かう際は今いるこちら側の歩道に移動する必要が出てきますが、果たしてこのような歩行者の動線はどうなるのか気になるところです。続いては札幌駅の在来線ホームについてです。こちらも以前の動画で解説した通り、新幹線の高架橋の建設用地を捻出するにあたり、1番線の線路とホームを廃止するため、その代わりとして新たに北側に11番線のホームを建設しています。その工事もかなり進んできましたので、現地の様子を見ていきたいと思います。こちらは札幌駅在来線の改札内になります。旧10番線のホームへ上る階段の脇に仮囲いが設置されました。この奥に11番線へ上る階段やエスカレーターなどが設置される予定で、今いるコンコースがそのまま北側へと伸ばされます。10番線の線路の横にはもともと留置線があり、その奥はしばらくシートで隠されていましたが、6月上旬から一部シートが取り払われ、11番線ホームが見えるような状態となりました。11番線ホームは既存のホームよりも短い6両編成対応のホームとなるようです。学園都市線の列車が多く発着していた10番線に代わって、この11番線が学園都市線専用のホームになるのではないかと思われます。今年の10月頃から供用を開始する予定で、大まかな工事は全て完了し、現在は細かな内装工事を行っているというところでしょうか。ちなみに6月14日時点ではもうすでに全てのシートが取り払われ、11番線ホームが完全に見えるような状態となりました。今後の供用開始が楽しみです。続いては札幌駅の西側、新幹線の高架橋の工事に伴い、6月30日をもって高架下の商業施設札駅ブリッジが閉店することとなりました。私も何度も訪れたことのある商業施設だったので、今回は閉店前に中の様子を撮影してきました。札幌パセオの出口を出ると道路を挟んで向かい側にあるのが商業施設札駅ブリッジです。撮影時はありませんでしたが、後日行ってみると閉店のお知らせが出ていました。入り口入ってすぐ右側にあるのがサンマルクカフェです。こちらも6月30日で閉店となります。高校時代の友人と利用したことがあります。ここで上に向かう階段がありますが、一旦これはスルーして1階をまずは撮影していきます。サンマルクカフェの後ろ側にあるのが札幌スポーツ館札駅ブリッジ店です。こちらは他の店舗より一足早く2月の27日をもって閉店となりました。もうすでに店舗の跡は何も残っていない状態となっています。札幌スポーツ館の向かい側がデポつくも札幌駅前店です。こちらは6月30日に閉店した後、7月下旬にキャポ大谷地という商業施設へ移転します。私が現在使っている編集用の自作 PC のパーツを買ったり、ノート PC の修理をお願いしたりと、いろいろお世話になりました。こちらの店舗に来店されたプロゲーマーの方々のサインが並んでいます。梅原が捕まえて、梅原が画面端でおなじみの梅原さんのサインもありますね。札駅ブリッジの2階には3つの店舗が入居しています。右側はダイソー札駅ブリッジ店、左はカメラの北村、札幌駅西口中古買取センター、そして蔦屋札幌駅西口店です。いずれも6月30日をもって閉店となるようです。蔦屋札幌駅西口店についてはすでにレンタルのサービスは終了しているようです。ダイソーの閉店の看板には近隣のダイソーの店舗が書かれているんですが、このうち下の札幌ピボに関しては建物の老朽化に伴い来年の5月で閉館予定となっています。さて再び1階の入り口に戻ってまいりました。実は札駅ブリッジはこの横を通っている道路に沿った歩道の役割を果たしています。この通路沿いにも店舗がいくつかあります。右側はもともと札幌スポーツ館があったところです。さらに進むとデポつくも札幌駅前店の別の入り口もあります。そしてその隣、麺エイジというラーメン屋があります。こちらも6月30日をもって閉店となります。
この時はお休みだったので後日メインのバラそばと餃子をいただいたんですが、とっても美味しかったです。そしてそのお隣ブリティッシュパブダーウィン撮影機ブリッジ店は他の店舗よりも一足早く6月24日で閉店となるようです。系列店が日本生命ビルにあるようですね。道路を挟んで向かい側にもまだ店舗と通路は続きますが、こちらはまだ営業を継続するようです。撮影機ブリッジは1995年札幌駅の高架化と同時にヨドバシカメラとして開業しました。その後ヨドバシカメラが隣のビルへ移り、2000年にベスト電機が入居。しかし2011年店舗統合のためベスト電機も移転、建物の運営を行う JR 北海道グループの北海道 JR 都市開発によって施設を一新して開業したのが撮影機ブリッジです。ヨドバシカメラの開業から27年、撮影機ブリッジの開業から11年目にして閉店、商業施設としての役割を終えることとなります。お疲れ様でした。続いてはさらに西側、現在北海道新幹線の札幌トンネルの工事が行われているこの場所です。小樽市から続く長大トンネルの出口に近いこの場所には長いトンネルを掘る際に使われるシールドマシンという機械が到達する立て坑がこちらに設置されます。以前の動画では札幌トンネルの出口がこちらに設置されると説明いたしましたが、正しくはシールドマシンの終点となる到達立て坑が設置される場所ということです。これよりも東側はシールドマシンを使わずに掘り、札幌トンネルの出口は石山通りをくぐったさらに東側に設置されます。かなり大きな誤った説明をしてしまったことをお詫び申し上げます。薄い橙色の区画に関してはまだ着工されていませんが、石山通りをくぐった後左側の資料のように少し地面から飛び出たようなトンネルになるようです。その先在来線の線路に沿って上に上がっていき札幌駅に入っていく構造になるようです。赤丸の場所から工事の様子を見ていきます。画面奥が札幌駅方面、高架橋の函館本線と学園都市線が通っています。このような巨大な仮囲いの中が札幌トンネルの到達立て坑の建設予定地です。この場所にはもともと JR 総園駅近くから札幌駅近くまで続く遊歩道が設置されていましたが、新幹線の建設に伴い通行止めとなりました。今年3月の撮影時点では遊歩道に立っていた木々の伐採作業が行われていましたが、6月になりますとこのように完全にまっさらな土地となりました。これよりも東側は新幹線がトンネルから地上そして高架へと上がってくる部分に関してはまだ着工されていません。工事が始まり次第動画でレポートしていきたいと思います。ということで今回は本格的な工事が開始される札幌駅周辺のエリアと立ち退きとなる店舗の紹介をしていきました。引き続きレポート動画にて北海道新幹線札幌駅周辺の工事については取り上げていきますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。